嘆きの天使嘆きの天使、または忍びなく天使は、イギリス BBC のテレビドラマ、ドクター風及びそのスピンオフ作品、クラス、クラスに登場する、地球外生命体の一種。その名の通り、顔を手で折って泣いているかのような姿をした天使の、石像である。しかしその性質は善良とは言い難いもので、他者に視認されている状況では石像化し動けないが、誰にも見られていない。 状況下にあると高速で動き対象を殺害ないし、過去へ転送する。宇宙が誕生した頃と同時期に発生し、出身地である惑星は明かされていない。脚本家、スティーブン・モファットが考案した。第3シリーズ、瞬きする名において初登場を果たし、童話は9号賞を受賞するなど高い評価を得た。戦術の通り、何者かに見られていると石蔵化し、 一切の動作が取れなくなる。これは、量子ゼロン効果によるものである。このため、他種族とのコミュニケーションは、ほぼ不可能であり、長い時の中で性質が歪み非常に凶悪な存在と化している。同種族間でのコミュニケーションは、取ることができ、時には、集団で対象を襲う。 この才道種族でも視認されることで石像化するため、互いに手で目を隠しつつ行動する必要がある。嘆きの天使と呼称される理由は、その顔を覆う姿がすすり泣いているかのように見えるためである。なお天使が言葉を発することはないが、笑い声として金切り声を上げることはある。何者の視界にも入っていない時、天使は超高速での行動が可能である。その行動速度ゆえ、 瞬きなどでごく短時間でも見られていない時間があると、攻撃対象に限りなく接近できる。攻撃対象に触れることで対象を過去へ飛ばし、対象が本来生きるはずであった時間軸に残る時間エネルギーを糧とする。飛ばす時間は天使によって異なり、同一の天使であれば同じ時代に転送されることがある。なお、対象を時間移動させず空間移動のみさせることも可能である。 また、時間移動や空間移動を伴わずに接触し対象を殺害することもあるため絶対に違う時代や場所へ飛ばされるとは限らない。第5シリーズで明かされた特性として、天使の姿をしたものはすべて天使になるというものがある。これは映像や写真などで天使の姿を反映したものは本物の天使と化すということであり、第5シリーズ、天使の時間では、 記録映像に映った天使が動き出し画面外へ出現するシーンがある。当然、これで発生した天使にも蒸気のような能力が備わっている。さらに同シリーズ、肉体と石では、天使と長時間目を合わせた生物は天使化するということが明かされた。天使と長時間目を合わせたことで目に天使が入り込み、体の内側から天使に変化していく。変化の途中では、 目から砂がこぼれ落ちたり、知らず知らずのうちに数字をカウントダウンしたりという行動が見られる。遭遇した際の対処法は瞬きすることなく、天使を見続けてその場を離れる、天使の目の前に鏡を設置するなどである。また、見られていることに危険性を感じているため、目をつぶっていても見られていると思い込めば、石像化することがある。 しかし世界中に散らばるすべての石像が天使である可能性が示唆されており完全に逃げ切ることは難しい。瞬きするなに登場。ウェスタードラムリンズ邸に潜伏し、訪れた人間を過去へ送って時間エネルギーを得ていた。十代目ドクターとマーサ・ジョーウンズを1969年に飛ばし、その後サリー・スパローと共に館を探索しに来た。 キャシー・ナイチンゲールを1920年に転送。サリーは、キャシーの孫から彼女の遺言書を受け取りそれに従って、彼女の弟ラリーと協力、同時に、キャシーの捜索願いを警察に提出した。この観点誌はサリーを幾度となく追跡しており、館での失踪事件を捜査するビリー・トップソン警部を1969年に飛ばす。しかし、ドクターと、 ビリーらが手を組み DVD へ、サリー宛ての映像を17種類組み込むことで、サリーとラリーが天使の存在を知り、二人はターディスをドクターの下に送ろうとする。天使の目的は、ドクターのターディスを手に入れることであり、天使がサリーを追跡していたのは、彼女がターディスの鍵を持っていたからだった。天使は、サリーとラリーを襲撃し、二人の入ったターディスを包囲するが、ターディスが、 時空移動して消えたことで互いを死認してしまい4体の天使は活動を停止する。このエピソードにおいて地球上全ての石像が天使である可能性が暗示された。天使の時間、肉体と石に登場。寺院に墜落した宇宙船ビザンティウム号の積み荷に天使がいたとして、リバーソングと11代目ドクター・オクタビアン・シンプラが調査を開始する。 この時に記録映像に映った天使が実体化し、エイミー・ポンドを襲撃、彼女は映像を停止することで天使を消滅させる。しかしこの時エイミーは、天使の目を見つめていたため、エイミーの内部に天使が侵入し、本人は気づかないままに天使化が開始される。墜落で、嘆きの天使が目覚め外へ逃走した可能性があるとして、地下遺跡を探索するうち、 地下遺跡の石像がすべて嘆きの天使であることが発覚する。ビサンティウム号がこの星に墜落したのは天使の計画であり、宇宙船のエネルギーを利用して休眠中の仲間を覚醒させるためであった。オクタビアン神父の部下が次々と天使により殺害されていく中、ドクターたちはビサンティウム号に逃げ込んでいく。その最中、 ビサンティウム号内部に時空間の裂け目があることが判明し、ドクターたちと天使の双方が裂け目に脅かされることとなる。ドクターはビサンティウム号でまだ起動していた重力装置をシャットダウンし、天使を宇宙船の重力方向でなく惑星の重力方向に落下させ裂け目に落とし消滅させる。この時、エイミーの目の中に入った天使も消滅した。閉ざされた。 ホテルに登場。チブス星人のギビスに用意された部屋に嘆きの天使が存在した。暗くなっても動かなかったことから偽物と判明したが、天使の姿をしたものは全て天使になることから、これらの偽物の天使も後に本物の天使になった可能性がある。ローリーが襲われたべせスタフ運水。右に映る小さな天使の一体が嘆きの天使であった。 登場する天使の一体天使の様体、マンハッタン占領に登場。2012年のニューヨークマンハッタンのセントラルパークに潜伏しており、買い物に出かけたローリー・ウィリアムズを襲撃し1938年に飛ばす。天使たちは1938年のマンハッタンを拠点にしており、ビルに獲物をかき集めて幾度となく、過去へ飛ばしエネルギーを得ていた。11代目ドクターたちは、 襲撃を受けながらもローリーの下へたどり着くが、未来のローリーがそこで漏水で死ぬ様子を目撃する。現在のローリーは、エイミーと共に、ビルから飛び降り自殺して、タイムパラドックスを起こし、天使たちはパラドックスの影響で消滅した。しかし2012年の墓地に立った一体の生き残りが、降り、ローリーは再び過去へ飛ばされ、そこで死亡する。 彼の死を知った、エイミーもローリーの後を追って自ら過去へ飛ばされ、墓地にある悲鳴に二人の名が刻み込まれた。今回のエピソードで妖体の天使が登場、マッチの火を、吐息で吹き消して、ローリーを空間移動させ、ビルに転送した。またセントラルパークのベセスダ・噴水の天使像や、自由の女神までもが、嘆きの天使であることが明らかになった。2013年クリスマススペシャル。 ドクターの時に登場。ペーパルメインフレームが惑星トレンザロアをシールドで覆う以前に惑星に降り立っており、11代目ドクターとクララが到着した時には雪に埋没していた。クララに触れられたことにより活性化し二人を襲撃する。降雪で極めて視界が悪い状況だったが、ドクターは隠し持っていたターディスの鍵を使ってターディスを呼び出し、二人だけを覆うことで天使の 攻撃から逃れた。その後、少なくとも一体の天使が、クリスマス村を襲撃したが鏡で、石像化させられている描写がある。時空の果てで、に登場。数体の天使がギャリフレーの修道院にいる様子が、描写された。ケーブルに絡まり移動能力は著しく低下している。ものの、視線を外すと依然として、高速で襲ってくる。最終話、迷えし者に登場。 天使を崇拝し死役する理事会が登場し、コールヒル高校の女校長が天使により殺害される。この時、理事会は集団で天使を見つめることで天使を停止させ、全員が背くことで天使を動かし女校長を処刑していた。校長が過去へ飛ばされることはなかった。四ちゃん発祥の改造作サイト SCP 財団に掲載されている。 SCP オブジェクトの一つ SCP-173 彫刻オリジナルと嘆きの天使の関連性が指摘されている。SCP-173 は嘆きの天使と同様に何者かに指認されている状況では動けないが、見られていないと高速で動き攻撃対象を殺害する異常存在であり、性質が酷似している。 SCP-173 が4チャンに投稿された最後の記録は2007年6月22日で、これはアメリカ合衆国における瞬きするなの初放送よりも早く、またイギリスにおける初放送の約2週間後である。SCP 財団はおそらく嘆きの天使は SCP-173 の元ネタではないとコメントしている。なお、ジョークオブジェクトである。 SCP-007J 生きているマフィンでは SCP-173 が嘆きの天使のようなコンクリートの彫像として研究されているありがとうございます